失礼だな。失敗したね。そう。
今回ねきっと見てる人分かんないと思うんで、青いデサントの洋服着てるのが上野さんですね、上野選手で、赤いスカートが和田選手で、ゼブラ柄がシング選手で、パンツのピンクのウェアの子が加藤選手、この4人ですね。はい、人、これ何番ホール今、あ、いや、これ、ちょっとまたパター始まっちゃうんで行きましょうバタバタですねはい、行きます。前半ツーアンダThank you.
帯同してるんですけど、あんまり声出せないし、どうしていいか分かんないです。はい、あんまり邪魔しちゃいけないし、結構ね、ちょっと距離も分かんないし、いつもは何ヤード何番で打ちますって言うからあれだけど、今日はそういうのないから、ちょっと選手のね、多分番手とヤーテージとかもないと解説とかできないと思う、これ。危ないじゃない、あと残り何ヤード残ってて、多分風がどうだからどう何番で打ってんのかなとかやんないといけないかもしれない。大変だな解説。まあ、ECC 行った時も解説の方も走ってこうやって計算して何ヤードってやってたから、そのぐらいになっちゃうね、これね、うん、難しいわ。でもすごいすごい戦いです。ここだけじゃないから戦いも頑張ります。